翼、この後暇？え？うん。うちで勉強会しない？だって多い方が楽しいじゃん。お前勉強する気ないだろう。ちら専属の家庭教師です。家庭教師。ただいま。お邪魔します。しまーす。って誰もいないの？え？お姉ちゃんしょ。いや、どう見ても妹キャラ。あ、俺実は前に一回遊びに来たことあるんだ。え？四季ってなんつうか、ちゃっかりスケベだな。スカッ！はい。この部屋か。冬君がすごい。確かに。女子の部屋に入るなんて初めてだ。すんごいいい匂いがする。遊んだり、寝たり、着替えたり。って、何考え、しっかりスケベ。あ、お待たせ。ジュースも。いいね、私これ好き。うまいよね、うちも好き。千年ぶりにちゃんと勉強した。よく頑張ったね。そういえば今何時？やっ、俺も帰らないと。ちょっと翼。はい、四季。たった今。なんつばっち？何から何まですみません。まだ顔に感触と甘い匂いが。家も近いんだし、車で送るくらい気にしないで。ありがとうございます。